ハッチは青森県八戸市三日町にある公立の文化、観光交流施設。2011年2月11日開業。正式名称は八戸ポータルミュージアムである。ハッチは公募による愛称である。施設開館準備の段階では八戸市中心市街地,地域観光交流施設、または正式名称を略した HPM と呼ばれていた。 交流の拠点を設けることにより、空洞化が進む八戸市中心市街地を活性化することを目的として建設されている。また、イメージポスターでは、創造開花を謳っており、38地域の資源を大事に思いながら、街の新しい魅力を作り出す総合文化施設である。館内に入居するクラフト系のクリエイターや、 レジデンスプログラムで招聘するアーティストと商店街や観光資源、地域文化、市民活動が相互に連携、展開し新たな活動や文化を創造することを通じて総合的な地方創生を目指す新しいコンセプトによる憩いの場となっている。これまでに類型のないユニークな施設として地域創造大賞やグッドデザイン賞など多数の受賞。 設置した八戸市が文化庁長官表彰部門を受け、明らするなど多方面から注目を集めている。建設にあたっては、国土交通省の町づくり交付金事業や合併特例祭を活用して建設が行われている。シンボルマークは、八戸の八の字をモチーフにデザインされた。旧南部半地域に偏在する1個から9個の数字を、冠した自治体と、 八戸市中心市街地の三日町、十三日町、六日町といった一尾町の数字をもとにデザイナーの小平正義が制作したもの。愛称は全国公募され2009年8月にハッチと決定された。八戸の八やハッチから来ている。開館前の構想ではつながり、生み出し、広げるをキーワードに人と人との交流の場、 新たな魅力の創造の場、生きた情報の発信の場の3つの機能を待たせるとしている。開館後の基本コンセプトとして、地域の資源を大事に思いながら、新しい魅力を作り出すを掲げている。施設は2008年に、八戸市で策定され、国の認定を受けた、八戸市中心市街地活性化基本計画でも、活性化事業の一環として位置づけられている。計画の中では、 文化交流の中心地として、八戸の魅力の発信地とすることを挙げている。計画での来館者数想定は65万人であったが、開館以来、大きく上回る90万人以上の来館を続けている。八地開館後の運営については、当面の間八戸市直営とすることとされ、現在も市直営となっている。館内には、1階にカフェ、ショップ、2階から3階に、 食のものづくりスタジオ4階にものづくりスタジオというテナントが配置されている。ものづくりスタジオ及び食のものづくりスタジオはインキュベーション施設でもあり、クラフトデザインやフードのクリエイターのアトリエショップとなっており、廉価で入居できる代わりに将来的な卒業後に中心市街地の空き店舗での開業を目指す。生半合一、地産地消をコンセプトとしており、 卒業種別店舗で営業している作家も多数生まれている。クラフト、編集飲食、編集や方の運営全般に関しての戦略検討とアドバイスを受けるため、アドバイザリーボードを設置している。アートマネジメント、クリエイティブプランニング、ベンチャー支援、観光ビジネス、市民参加等の専門家に依頼しており、委員長は設立以来、加藤種尾である。2005年に、 八戸商工会議所から八戸三社大祭の出し会館整備について八戸市へ要望があった。この動きを受け中村俊文市長が同年9月に八戸市議会定例会において出し会館などの集客施設を中心市街地の再生、観光振興に必要な施設であるとして設置を目指すと表明した。その後中村市長を破り2005年11月に 就任した小林新市長は、中心街の集客施設の構想について、出し会館という形にこだわらず、交流や観光 PR イベントに対応した複合的な施設を目指すと述べ、新たな構想で建設が進められることとなった。この頃、複合的文化施設として、仙台メディアテイクが参考にされている。2006年1月から、八戸市町内の関係部署や、 関連団体等による意見交換、検討が重ねられた。この中でワーキング会議に参加した市民からはサークルなどの練習しやすい場が欲しい、出しは映像の PR で十分、出しの展示は数台必要などの意見が出された。最終的には主に5つの部門で構成される施設とすることが基本構想で決定した。建設前の段階において、 具体的な展示及び施設については以下の内容が想定されていた。ただし、資材高騰などによる設計修正前のものである。一方で市長選の大きな争点であったイオンによる東北最大レベルの売り場面積4万平方メートル以上の商業施設を郊外の田向地区に建設する計画について建設反対派の中村を破った小林であったものの、 2006年7月に、八戸市商業アドバイザリー会議を設置。元に孝介、原田秀夫、松本大地、北原啓治、庭広まら市内外の委員による集中討議、校長会を踏まえた答申が12月に提出された。年明け後の2007年1月26日の市長記者会見では、改正都市計画法に基づき、都市計画マスタープランを遵守したちづくり、 中心市街地の活性化に取り組むことを宣言し、イオンによる大規模店舗の開発は認めない方針を示した。この方針に基づき策定された第一期八戸市中心市街地活性化基本、計画における基幹事業の一つに民間開発と並んで八地の建設が位置づけられている。八地の開館に合わせて八戸市中心市街地の活性化を目的に、 イベントや事業が行われた。また、開館前には、市民参加型の八戸ポータルミュージアム市民ワーキングが結成され、登録者200人超の市民参加により、開館後を想定した各種プレイベントが開催されている。開館までのイベントは、以下の通り、八戸市南郷区を舞台とした南郷アートプロジェクト二千十三年における八戸市中心街活性化の一環である。 街中アートリノベーション事業により開館した復元ファクトリーとも事業連携を実施した。ありがとうございます。